どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの推しに火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、埼玉県にありますラーメンライトン白岡店さんに来ております。こちらにはですね、激辛ラーメンが楽しめることで今回やっていくんですけども、そのメニューがですね、辛味噌ラーメンになります。で、もともとこのお店はですね、辛味噌ラーメンで、一番人気のメニューなんですけども、そちらがですね、なんと辛さレベルが10段階で選べるんですけども、今回ですね、そのマックスの大将軍という辛さに挑んでいきます。で、こちらですね、一応完食するとなんか記念撮影、店内に写真を飾っていただけるサービスです。で、しかもですね、こちらなんとこう使用されている唐辛子がですね、ジョロキアソースを使っているみたいです。で、一応ね、詳しく聞くと、なんとデスソースです。はい、デスソース使ってます。このままね、激辛ラーメンになります。まあ、デスソースといえばね、もう激辛でおなじみのソースになりますね。今回ね、相当ハードな戦いになるかなと思います。それでは早速今回もですね、行った人の感想を見ていきましょう。ラーメンライトン、辛味噌ラーメン大将、数ヶ月ぶりの訪問、激辛食べたくなったら迷わずここに、ジョロキアの激辛が脳天直撃、ここの餃子は大ぶりでキャベツの甘みで、たっぷりで美味しいんだな、ごちそうさまでした、と。辛さレベル6以降からなんかそのジョロキアソースを使ってるみたいで、どん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 多分10位辛さレベルマックスに向けて、どんどんそのジョロキアソースがたくさん加えられると。まあ今回のポイントとしてはね、この激辛ソース、ジョレンでこのデスソースとの戦いになるかと思います。はい、それでは早速中に行っていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで早速中入ってきたんですけども、どうやら話を聞くと、こちらの辛味噌ラーメン大将軍というものは一応ね、麺を食べきれば完食という扱いになって、店内でその記念撮影してもらえるっていう感じなんですけれども、まあ今回はね、まあね、一応僕の方ではこうスープまで飲んで、一応クリアっていう形を挑んでます。今回もこの、スープ完飲も目標にしていっていきます。まあただね、これ当初はスープ完飲までが条件だったらしいんですけれども、まあね、こう楽しんでお客様にこの辛いラーメンを楽しんでいただけるようにっていうモットーで、まあ、今のこの麺完食のみにこうスタイルとして変わったみたいです。はい、旅行心的ですね。あー、入ってくるなりまーす。うわ、大将軍、うわ、来ました。うわ、いただきます。さあ、辛味噌ラーメン大将軍、お手並み拝見ですよ。こんにちは。さあ、将軍、楽しみですね。それではまずちょっとスープ書いてみましょう。いただきます。デスソース効いてますね。デスソースの辛みがズバッと、若干この酸味がしますね。じゃあちょっとこの麺、いきましょう。これは強烈だわ、カレー。スープがえぐいな、辛っ。
チャーシューはスープが激辛な分、肉の旨味と甘みがより際立ち、美味しいです。スープもこれ熱いですから、熱が加わることによってより辛みを感じやすくなる。これはもう強烈、逃げ場のない辛さ。唯一オアシスに感じたのはチャーシューの卵の上、それ以外はもう地獄だ。残りこのスープのみ、最後このデスソースで激辛にされた超激辛スープを飲み干して、この激辛バトルにケリをつけたいと思います。怖いんだ。ビリビリしびれて、顔全体が辛い。
それでは辛さレベルの発表していきましょう。ライトンラーメンさんの辛味噌ラーメン大将軍、辛さレベルじゃららららじゃん、辛さレベル 8.5 でーす。はい、 8.5 になります。いやーもうね、言うまでもなくデスソースを使えばそれ辛くなるよねといった感じです。まあね、デスソース以外にね、まあその焦がし一味で辛みを出しているとお伺いしましたけども、正直ねもうデスソースの辛みしかしませんでした。もう本当にデスソースの主張が激しいんだ、激しすぎ。なんかこれ酸味も若干あったんですけども、それ以上にまあ、スープ本来の、まあ旨味も、まあデスソースがなかったら、まあ、もう少し感じれたかなと思います。一押しはチャーシュー。まあね、店名にねライトっていうね豚が入るだけあってね、豚を使ってのこのチャーシューはね非常に甘み分厚くて、甘みもあってね砂漠の中のオアシスといった感じでした。あのチャーシューは美味しかったです。まあ卵もね、まあ、同じようにオアシスでした。本当に辛かった。ちなみにこのデスソースに使われているこのブートジョロキアっていうのは、過去に世界一辛い唐辛子としてギネス登録されたので、めちゃくちゃ超激辛唐辛子なので、まあ迂闊にね遊び半分で挑戦しない方がいいかなと思います。順々にこう辛さレベルを上げて挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログ等々更新してますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。